スノーマン、広瀬すず驚愕の査定結果に佐久間大介は怯える、マジで怖い。モデルプレス 2023-06-16 日放送のスノーマンの看板組、それスノーマンにやらせてください TBS 系、夜8時から、では、人気企画、それスノーマンだとおいくらですかをお送りする。スノーマンの衝撃の査定結果に広瀬すず驚愕スノーマンの名前を最大限に使い、アイドルのまま話題の職業に就いたらいくらで雇ってもらえるのか。今のスノーマンの超リアルな価値が暴かれる禁断の査定クイズだ。今回挑戦するメンバーは、向井康二と佐久間大介。スノーマン一の人たらしとも言われる向井は、キッチンカーでベトナムのサンドイッチ、バインミーを販売する。向井の持ち前のトークスキルと料理スキルで、まさかの長蛇の列が。一方、アクロバットに定評のある佐久間は、サーカスの空中ブランコに初挑戦。高さ 10m の空中ブランコを前に、マジで怖いと足が止まる場面も。恐怖に打ち勝ち、一発勝負のパフォーマンスを成功させることができるのか。